ジョン・ブルーム・フィールド・ジャービスはアメリカ合衆国の土木技術者である。南北戦争前の時期、1820年から1860年頃にかけての指導的な技術者であった。領土を拡大しつつあったアメリカ合衆国にとって、ジャービスは運河と鉄道建設のパイオニアであった。彼はアメリカ合衆国でも初期の5つの鉄道の建設の設計、 監督に携わり、三つの大きな運河プロジェクトの主任技術者を務め、アメリカで最初に走った蒸気機関車を設計し、1842年から1891年までニューヨークに新鮮な水を供給していた全長41マイルの黒トンド水路の設計を行い、そしてロストンの水道システムの顧問技師であった。デラウェアハドソン運河の主任技術者として、 勤めている時に、彼は、スタウアブリッジライオンの設計を行い、また先代車を持つ、最初の蒸気機関車、車軸配置4から2から0の機関車を開発した。この4から2から0は彼にちなんでジャービスと呼ばれる。ジャービスは、経済学に関する本を表し、1877年には、ザクエスチョン・オブ・レイバーキャピタルを出し、またロームに、製鉄所を建設して、 アップステートニューヨークの産業を発展させる助けとなった。また彼はロームの図書館の創設者でもある。ジャービスはロングアイランドのハンチントンにおいて生まれ、当時フォート・スタンウィックスと呼ばれていたロームで育った。ジャービスは1817年にエリー・運ンガの建設工事で斧を使う工夫として雇われた。建設作業班の一員として働きながら彼は工学を学んだ。 当時、アメリカ合衆国には、工学の学校がほとんどなかった時代である。1819年までには彼は、運河の中間の50マイルの区間における、指導技術者になっていた。1827年にジャービスは、デラウェアハドソン運河の主任技術者となった。主任技術者として彼は、スタウアブリッジライオンの設計を行い、イングランドのフォスター・ラストリックが製造を担当した。 1831年に彼はニューヨークセントラル鉄道の前身の一つであるモホークハドソン鉄道の主任技術者となり2年後には彼はアップステートニューヨークにおいてシェナンゴ運河の主任技術者にジャービスは車軸配置4から2から0の蒸気機関車を設計した最初の技術者であり4から2から0は彼にちなんでジャービスと呼ばれる 4から2から令和2軸の先台車を備え、これが機関車を曲線に沿って案内し、また過失のもとに1軸の動輪を備えている構造である。1836年にジャービスは全長41マイルのクロトン導水路の主任技術者に選ばれた。この導水路は1842年から1891年までニューヨークへ新鮮な水を供給していた。 この計画向けにジャービスが描いた当時の図面の多くがワシントン DC のスミソニアン博物館とアメリカ議会図書館に保存されている。ニューヨークのハーレム川に今もかかりマンハッタンとブロンクス区を結んでいるハイブリッジはこのプロジェクトの一部であった。クロトン道水路の工事の後、ジャービスは ボストンの水道システムの顧問技術者を1846年から1848年まで、務めた。1850年代と1860年代初頭には、アメリカ合衆国中西部の鉄道で働き、ミシガンサザンノーザンインディアナ鉄道とシカゴロック、アイランド鉄道の主任技術者を務め、 またシカゴロックアイランド鉄道の社長を1851年から1854年まで務め、最終的にはピッツバーグフォートウェインシカゴ鉄道の技術者も務めた。1401号機関車、ジョンビー・ジャービス・ジャービスは1864年に引退し自宅のあるニューヨーク州ロームへ帰ったが、その地域での活動は継続した。1869年には彼は、 現在のローム製鉄所となるマーチャンツ製鉄所の設立に貢献した。ジャービスの予定のほとんどは執筆に費やされた。彼は1877年にザクエスチョン・オブ・レイバー・キャピタルを執筆した。彼の死に際しては、ジャービスは自宅を公開の図書館として使えるようにローム市に移動した。彼の個人的な収集図書は、 現在、ジャービス公共図書館のジョンビー・ジャービスコレクションとなっている。建物は1982年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。1927年にデラウェアハドソン鉄道は400プシーの蒸気圧で走る実験的な蒸気機関車を製造した。この1401号機関車はジョンビー・ジャービスと名付けられた。 ニューヨーク州のポートジャービスも彼の名にちなんでいる。この町はジャービスが設計したかつてのデラウェアハドソン運河に面した港でニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州の境界に位置している。ありがとうございます。